この放送はご覧の提供でお送りしております。にゃん。さあ皆さんこんばんは、りょうちチャンネルへようこそ。さあ、久しぶりの新のぶライブ配信の方やっていこうかなと思いますので、皆さんご視聴の方よろしくお願いします。今ですね、来てますイベント、普段であればここら辺で、あれ、そうですね、戦国立志伝あたりが来るはず、うん、あれ戦国立志伝って今回ありましたっけ最近ねあまり身が入ってなくてイベントスケジュールだいぶがっつり忘れちゃったんですけど、戦国立志伝、そうそう、終わったのかな。そうですね、名将試練からのかぶりの戦国試練、戦国立志伝が来て、でいつもより戦国立志伝が早く終わったことによって、この半周年記念みたいなのもね明日から始まりそうなんですね。明後日か、はい、でその前にこの上洛への道っていうね、また名将試練に似たようなねイベントが今回来ております。皆さん1000ポイント貯まりましたか？1000ポイント貯まるとね、 SSR の選定箱っていう、こちら上洛名将宝箱か、はい、まあ中からね、あ、アークさんこんばんは、ご視聴ありがとうございます。ご無沙汰でございますね、新の部配信は。あ、近藤さんこんばんは。このね選択報酬一覧の中から SSR の武将が一体選べるよっていうね、宝箱が手に入るっていうねイベントを今模様開催中です。で一応ですね、今日の23時59分59秒まで開催中ということで、明日から、明日、そうですね、今日30日なんで日付変わって1日の0時からですね、また新しいイベントがこれですね、なんか祝半周年開始ですけども、間に合わない、間に合わない、アークさん間に合わない。12月1日から12月7日が期間限定で祝半周年イベントが開催されますと。イベントに参加すると豊富な報酬を手に入れます。まあまたこれもどうせねポイント制でどんどんなんかこう手に入るような感じだと思うんですよね、イベント自体が。あ、タイトル、そうで、私もねやっと T 級になりましたよ、牙が。あ、技術がきつい。いや技術ね、アークさんどれほど上げられてるかわからないですけど、結構僕ね、あのなんつったんだろうな、あ、これ短縮しないと無理か、これ学問所行った方が早いのかな。僕ね意外とね、あの低レベル帯の、あ、これ、そうそう、これ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 、発展はね進めてたんだけど、戦闘の使わない忍者とか槍兵って僕もうほんとレベル1の段階っていうか、ここら辺のねほんと低レベルぐらい、ここら辺でほとんど手つかずだったんですよ僕。なのでそれで一気に終わりましたね、ポンポンポンと。これねほんと10分とか5分とかで終わるんですよ。だから短縮してくれると、みんながね協力してくれると、ものの10秒20秒ぐらいで終わるんですよ。っていうのをやってたら技術は終わりました。で僕が今引っかかってるのは、あと110ポイント捻出しなきゃいけないんですけど、これねよくよく考えたらね、多分全項目を、ああそれきついっすね。今ですね僕890ポイントです、あと110ポイント必要なんですよね。で今一応ねこの英傑集結ですね、ガチャのポイントがまだ取り切れてないのと、これがね1、2、3、4、50ポイントね、残り60ポイントがどこで捻出するかっていうと、いやー兵士訓練か、やっぱ他全部終わってんすよね。はい、ってことはね、このイベント全部この項目終わらせないとどっちにしても1000ポイント届かないんですよね。1、2、3、4、ん？あれ ?1、2、3、4、5？ あれ ?10 ポイント足んねえぞ、ちょっと待って。1、2、3、4、5。5でしょ？あとなんか取れてないな、俺。なんだろう。
表情も終わって、ちょっと1日目から見ていきましょう。ログイン。834さん、何の武将と交換する予定ですか？技術も終わってる。2日目。1、2、3、4、5。あれ、ちょっと待って。あれ、10ポイント足りなくないですか、これ。今、僕思いましたけど。農民たちも武装すれば立派な兵ですぞ。武闘会も終わってる。英傑集結が1、2、3、4、5、50だよね。表情は終わってる。同盟寄付も終わってる。5日目、雇う取り手が終わってる。あ、5日目、4日目、あ、5日目あったね。城内短縮ですね。ってことは、どっちかなんですよ。まあ、だから最悪、英傑集結回さなくても、これ、城内短縮と、例えばなんですけど、これ、訓練。要は、兵士をね、訓練すれば、これはポイント貯まるんですよ、こっちは。で、これ、訓練って結構時間かかるじゃないですか。あえて解散させて、城内短縮で訓練の短縮を行えば、これ、ダブルで多分進むんですよね、これとこれが。まあ、どっちを取るかなんですよね。こっちで城内短縮で1、2、3、4、5、6。これね、だから多分技術も適用されてると思うんですよね、こっちだと。ただ、城内短縮の場合、技術や、もしくはね、こういう施設の短縮で時間を稼ぐんであれば、やはりそれなりの資源がある程度溜まってないと進められないっていうデメリット、デメリットって言われるんですよね。まあ、効率の悪さがあるんで、あまり資源がない人はやはり兵士訓練で、兵士をねあえてわざと解散させてゼロ、例えばこのあまり使わない大砲とか、まあ僕の場合今7万8000残ってるんですよね、城内に。最終2台で資源7000万もある裏山頑張って、まああんまいじくってないんでね、最近貯めてる一方なんで。なんで、まあ城内短縮と兵士訓練を組み合わせるか、技術とね、施設の昇給を短縮で行うか、まあこのね2つの組み合わせでダブルで進むんで、まあ無理にね、ガチャは多分今回これ見る限りだと回さなくていいと思うんですよね、ポイント的には。農民たちも武装すれば立派な兵ですね。だからね、これがちょっとね、イベント内容が出てないっていうのがね、いやらしいんですよね。もしかしたらまたこれ東洋拳金使うようなね、なのがある可能性があるんで、極力東洋拳金は使いたくないんだよね。ただまあ、せっかくだし今日はね回そうかなと思ってはいるんですけど、はい。アークさん、あのね、武将取るとしたらなんだろうね。今ね、これ一括覚醒やってもね、これか。まあ、お市かな。お市が1枚あって、お市が今何凸してるんだ、俺。お市が今、2凸か。だから3凸目、もう1枚あれば、お市が3凸できるんですよね。まあ、3突したらこっちなんですよね。現在の部隊の騎兵防御力が 12% から 18% になる。もしくは吉川さんかな。赤備え、現在の部隊の騎兵攻撃力が 12% 上昇だ。これが 18% なんですよね。あのこれ陣中装備してるんで、覚醒っていう形でね、両方とも1個ずつ上がってるんで、まあ攻撃を上げるか、お市で防御を上げるかかな。刺激でもね、あと2枚必要なんですよね、どっちにしてもこれ覚醒するんであれば。そうなってくるとやっぱ覚醒がしやすい武将を取った方がいいのかなっていう。まあガチャをね回して、今回英傑集結のこのポイントで SSR がねどういうのが出るかにもよると思うんですよ。余暇ができたら勉学に励むといい。どこだっけな、これか。あ、これ 2日目ですね、英傑集結。ただね、今僕も10回は回ってる状態なんで、
パク834さん、持ってないキャラを優先すべきですかね。いやー、持ってないキャラを優先すべきではないと思いますよ。例えばその持ってないキャラが強力なキャラであれば、例えばね、であればそっち優先した方がいいですよ。自分の持ってるキャラクターというか、その武将のカードって言ったらいいですかね。そうなので、覚醒をしたら余計強くなるよねっていう武将が一体いるんであれば覚醒した方がそれいいですし、あとはもう834さん、本願寺か孫一ですね。834さん、ね、持ってないの。本願寺は個人的にはおすすめです。はい、あの治療がマジで良くなります。で、本願寺のね、絆装備というんですか、本願寺特殊装備が結構比較的作りやすいんですよね。この武器庫で、はい、お呼びでしょうか。今回出てないね。この武器庫の方でね、よく出てくるんですよ、本願寺の宝珠のかけらが。で、40個集めれば作れるんですよ。で、40個集めるって結構ね大変だろうと思うんですけど、僕意外とね3週間ぐらいでこれ溜まったんですよね、本願寺。3週間もかかってないな、2週間ぐらいかな、個数は。まああと陰鉄あるかどうかなんですけど、本願寺はマジでねいいっすよ、本当におすすめです。持ってないのっていうよりは、覚醒して余計自分の部隊が強くなる武将がいるんであれば、そっちを取るのが先決かなと個人的に思いますよ。宇治綱持ってないので取りました。ああ、いいっすね、宇治綱もいいっすよね、うん、あ、カジカジさん、ご視聴ありがとうございます。だからやっぱ手持ちの武将と顔を見て覚醒が進むんであれば、でかつね、例えばこの孫一のように強かったりっていう武将であれば、そっちを僕だったら優先するかな、うん、てな感じですかね。ちょうどいい。あとはまあ自分がどういう兵種で、メイン兵種をねどういうので運用してるかにもよると思うんですよ。ただ本願寺持ってないんであれば、本願寺は僕は結構優先して取ってもいいかなっていう。 T8 になった時に僕本願寺手に入ったんですけど、持ってない時と持ってる時だと、持ってる時の治療速度っていうのが、段地まではいかなくても結構ね目に見えるぐらいの効果が出てるんですよね。なんで僕個人としては、本願寺はなるべく早い段階で手に入れてもいいんじゃないかなって思ってます。はい、で政治も高いんでね、政治その最終部署としてもね、最終部隊で送り込めますんで、はい、さあじゃあどうしようかな。とりあえずね1000ポイント頑張って貯めたいんですが、 あとねそう、信長の野望波動12月1日リリースだったんですけど、なんかね配信予定日が未定になってんですよね。びっくりしちゃって、先月の頭ぐらいに事前登録開始されて、その時にはね僕この目でしっかり見たんですけど、 Google プレイで事前登録プラス配信日予定日っていうのが12月1日って書かれてたんですけど、最近見たら配信予定日が未定になってて、あれ？ちょっと別ゲームの話で申し訳ないんですけどね。なんで一緒にやろうって言ってたメンバーで、よかったら波動ご一緒させていただきたく思います。あ、ぜひぜひアークさんよろしくお願いします。まあちょっと延期になったんで、近々自分ができる限りの情報を集めて、まあまとめたライブ配信と、まあその編集した動画を配信前までにはどうにかどっちか1個でも上げとこうかなと思います。そこでね一応動画の概要欄で僕がどこから始めるかっていうのも一応記載はしておこうかなと思います。ただ僕今回波動はね、名手っていうような立ち位置は多分やりません。まあ仕事柄ね、ゴールデンタイムにほぼインできないのと、深夜がメインになってくるんで、はい、そこがあるんで、まあ他のサーバーで仲良くさせていただいている方から声かかってまして、そこの同盟っていうか一門らしいんですよね、今度は。その一門っていうシステムの中には
入れてもらうっていう風にはなってるんですけど、まあ受け皿がねこの新信と一緒で人数制限がありますんで、その場合同じ大名家に所属していれば同じ仲間という風に見られるらしいんで、はい、一門が別でもだから協力的なプレーはできるのかちょっとまだ定かではないんですけど、そういうねあの大名家一緒であれば一緒に遊べる機会というのは多少なりともあると思うんで、そういう場合は僕がもしかしたら、二次団体的な感じの一門の 名手というかリーダー的なのはやる可能性はあります。可能性は、はい、そこだけ言っておきます。ちょっとね別ゲームの、まあ、そこはまた詳しくね波動の配信リリース前に、情報を集めた配信ライブ配信か、編集動画上げる予定なんで、ね、よろしくお願いします。さあじゃあちょっとやっていきますかね。早速どうすっか。新信から波動に行くと遅う。悪834さんよろしくお願いします。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さてどうしたもんかな。訓練で行こうかな。どっちでやるかなんだよね。アク834さん、はい、我々のサーバーでも波動の話題はひっきりなしですね。ね、そうですよね。どこもかしこも今そうだと思うんですよ。で、かつね、やっぱり波動がリリースされるにあたって、このね、やっぱ新信を離れるっていう人も多分多いと思うんですよね。実際僕の周りもそうなんで、そこはちょっとね、しょうがないかなっていうのはあるんですけども、まあね、公演自体がやっぱね波動に力を入れてるっていうのもありますんで、さあじゃあ早速1000ポイント目指していきましょう。上洛どうしようかな。まあ城内短縮使ってもいいんですけどね。ただ短縮使うんだよ、時間なんですよね。城内短縮の場合、まあ、技術も一緒なんですけど時間が多ければ多いほどいいんで、別に内政の天部に変えなくてもいいんだよな。28時間。28時間というと、まずね、何分必要なのかを確認しよう。知識は刃に直結する。余暇ができたら勉学に励むといい。まあだけどこれも欲しいですよね。実際これ装備の海中に使用せられる最大レベルまで強化した装備の特殊付与効果っていうのがね、他のものに変えれるんで。天守28にしたらすぐですよ。あ、まあね、そこなんですよね。まだ天守って、ね、手つけてないんですよ。ただ資源がね、とりあえずこれを一回短縮すっか。あのね、あまり使いたくないんですよね。建設と共通化、兵士訓練がねやたらとあるんですよね。これ何日間あるんだっけな。ほら53日もあるんですよね。だこれでやった方が無駄に資源をなくさないで済むなっていうのはあるんですよね。こっちでやった方がね。これ短縮53日ってもう使いどころがないんでねそう、どうしようかな。これで場内転場内もたまる。567人4万人か。一回じゃちょっとこの大砲のやつらを解散させるか。4万人分、4万人でしょ解散。あ、なんでこれ槍兵がいんの。たまにありますよね、牙作ろうとして槍やっちゃうっていう。とりあえず2万6000ぐらい解散させるか。はい、でこっから、大砲を訓練しまくると。この方がね資源は使わなくて済みますから。で訓練短縮って多分そんな使う機会ないんでね。やっぱ建設系は
あの戦国理史伝とかね、名将試練で使った方が個人的にはいいんじゃないかなとは思うんですよね。ちょっと待って、これで進んでるかどうかだよね。まず我が志は、兵士は進んでる。あ、進んでますね。訓練でも大丈夫ですね、城内短縮なんで。そうだからね、多分一番使わないこの訓練短縮を使うのが一番いいんじゃないかなって個人的には思います。ここはね。で、建設系とか、技術短縮とかをなるべくであれば名将試練とか、あとはその戦国理史伝に取っといた方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。訓練短縮って皆さんあんま使うことなくないですか？ココさん、訓練短縮とか10日分しかないんですが。え、なんでそんなしかないんですか？でもむしろ逆に、なんで俺こんな持ってんだ53日分って。実は以前、はい、910、これ果てしないね、時間が。ヘッポコさん、そやバンバン戦死するからよ。あ、そっか。いやだけどそう考えると、あのやっぱ銀千代がでかいっすね。銀千代が全然、俺戦士兵全然っていうのは言い過ぎですけど、マジで戦士兵出ないんですよ、やっぱ銀千代持ってると。あと銀千代ありだな、銀千代出るのかな。8343、自分も4日しかないです。カジカジさん、私は3時間分しかない笑い。え、マジっすか皆さん。あ、これ銀千代出ねえんだ。あ、銀千代ないんだこれ、マジか。8343、ちな銀千代ありで。あ、そう、皆さんどこでそんな訓練短縮使うんですか。俺全然使わないんですけど。さあ解散させましょう、フランキー。まあ、赤トレイン22枚ね、ゆべ。どれぐらい解散すればいいのこれ。これぐらい？ほい。さあ、これがね、多分一番、資源も使わずにできるんじゃないですか、ね。え、銀地を持っててそんなに戦死します？ヘッポコさん、解散じゃなくて赤備えに編成すりゃいいのに。あ、そういう手もあんのか。え、どうやるんですか、編成、兵士編成。兵士編成、どうやるのこれ。選択待機中、兵士選択、フランキー。ああ、そういうこと。あ、そういうことができるんですか。いや、あのね、どうせまたフランキーつくんですよ、どっちにしても。編成だと、ヘッポコさん、それやると大筒ができる。あ、これやると大筒ができる。こういうこと？ただ、ヘッポコさん、上のプルダウンは欲しい兵種を選ぶ。あ、そうなんですね。俺初めてやった、これ。たださ、これだと、赤備えが増えるじゃないですか。で、別に赤備え、あ、まあそっか、いっか、今別に大砲使うとこないんすよね。確かにそうだよね。11時間かかるんだよ。資源のことを考えると、10万でしょ？ほら、これ。赤備えに変えると。まあまあ、ちょっと変えとくか。編成中。ヘッポコさん、短縮できていいじゃん、わら。いや、そうなんですけど、そうなんですけど、そうなんですけど、それはそうなんですけど、これ訓練に入んのかな。数を稼ぐならレベル5のやつ作ればいい。ああ、まあ確かにそうですね。そっか、そういう手があったか。22万、フランキー、まあ最近大砲やることないんでね、まあ、これぐらいにしとっか。あれ、ちょっと待って、今どういう感じ。
1万9000か。そうですね、支援必要ないんだったら忍者を訓練しまくってやればいいのか。これを果てしなく、そうですね、その方が資源使わないよね、これ。じゃあこれで忍者を極限まで上げて、ほい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 、さああとどれぐらいだ。多分だね、これだと多分ね、短縮の時間があんま稼げないんだよね。あ、そっか、それを編成に回したいのか、それで。兵士編成。レベル9上がそうだ、ええ。で、指定中にね。あ、だけどこれだとまたプラスアルファでかかるのか。こういうことか。編成初めてやりましたね。お、こうか。23万6000か。あと何だよ、13000。あと4000だけ変えて、他は全部大砲に変えるか。じゃあ待って、これでどれぐらい上がった。多分そこそこいってんじゃないかな。勝利をつかみ取る。お、いいね、進んでるね。さあ、あと50ポイント意外と早く進みそうだな、これ。兵士編成。赤備え。編成。あれ？どうなった今。あ、なってるね。で、もう一回か。赤備えを、精鋭中忍から作ると。はい、24枚と。あと残りはフランキーに変えるか。フランキー。いや、違う。こっち。ほい。さあ、これでどれぐらいいくかな？俺、ほんとなんでこんなにあるんですかね？訓練が結構よく言われるんですよね。なんでそんなに短縮とかいっぱい持ってんですかって。まあまあコツコツとね、南蛮召喚とかでも買ってるのもありますし、あんま使うところがないんですよね。特攻軍短縮とかもね、なんかすごい持ってるんですよ。あ、進まないな、上乱。我が志は四国の海にあらす。あと1回で終わり、兵士が。場内短縮も。さあどうしよう。6万6万12万か。こうなってくると、これ使っちゃうか。834さん、戦争が起きればあっという間になくなります。あ、まあね、それそうなんですよ。弊社あげようぜ。弊社、まあね、弊社あげてもいいんですけどね。分断拡張。発展どうすっかな。これかな、コニダ。あ、結構使うね。まあ、こっちをあげるぐらいだったら。一両具足と共に。さあ、あと40。統一。いや、天下を統一する。いや、これで40を稼ぐんであれば、英傑集結がちょうど1、2、3、4、5。なんで30連すればちょうどね、1000ポイントか。1、2、3、4、5、そうですね、ちょうどいいでしょ。それでもう短縮、別にそんな無理して使うこともないし、建設短縮も結構溜まってますよ、34日分。まあだからね、天守28にしようと思えば、資源さえあれば多分すぐできるんですよね。
今ね、城壁もこれ1回上げればね、あれ満たすんで、で巡視室がね、まだちょっと、ね、2回ぐらい足んないのかな。次で24でしょ。でこれも27にしなきゃいけないんで。へっぽこさん、資源箱もあるやろ。ありますよ資源箱も相当開けてないですからね。こんだけありますよ、こんだけ。ほらまだ開けてない箱もいっぱいあるからね、こっちも。ほらそれ考えると、まあ多分普通に28はねすぐできるんですよ。全然使ってないね最近。ほんと戦争もないし、イベントもねあまりない。何よりね、あの川中島の戦いに僕参加できないんでね、時間的に。なんで同盟員の皆さんにねだいぶ迷惑かけちゃってるんですけど、そういうのがあるんで、なかなかね短縮、あそこくらいしかないんですよね僕最近。短縮がっつり使うとしたら行軍もそうですし、集結行軍と集団のやつか。そう、こんなもんかな。はい、さあじゃあそれじゃあガチャいきますか、せっかくなんでね。何番だ。まあ53枚あるんでね、まあ、20連違う30連したところでも23枚余りますんで、その前にちょっと今回のちょっと石田三成見てないな、そういえば。あまりね、あの最近確かニコラスさんもねお仕事が忙しいかなんかであまり動画を上げられてないんで、最速でこの武将がどれぐらい強いかっていうのがねなかなか出てないんですよ。雪田さんぐらいですかね多分。さあ適正参謀、あ騎兵参謀か。騎兵参謀は欲しいな。現在の軍団の騎兵防御力が 16% 上昇。あ、突6でね。ってことは 4% か。無突だと。第1、大満大吉。偶数ターン時に現在の兵力割合が最も低い敵部隊に 55% のダメージを与える。また、1ターンの間味方全体に自身部隊の防御力の660、え、何これ自身部隊の防御力の 666.7% に応じたシールドを付与するって何ですかこれ。666.7% って。まあ要は防御力が上がるってことなのか。シールドっていう扱いがいまいちわからないんですよね。まあ悪くないね。ああ、津軽為信。なんで津軽と。ああ、なるほどね。電気。為信は一時期、秀吉に討伐の対象とされていたが、石田三成の策略と協力で、和紙と名馬を提供し、状況を一変させた。関ヶ原の戦いを東軍への入隊を選んだ為信は、石田家の意地を密かに引き取った。赤備えの防御力が大体300くらいだから、噛んでこなら大体2000ダメージカットやろ。ああ、2000ダメージカットってでかいっすね。赤備えの防御力が大体300くらいだから、貫突なら大体2000ダメージ、あ、貫突ならね。貫突ならね。ただね、この手のこのね、英傑訪問で貫突って言ったらもうだいぶですからね。英傑訪問ではあっちのポイントは稼げないんですよね。ただね、これ三成意外といいっすよね。でまたなんかわかんないけど、今回から依頼状が復帰してるっていうね。なぜか。はい、出ませんね、依頼状では。他何が出んだ。長政、勝頼、信虎。全部あれですね、騎兵だ。あ、欲しいね、欲しいけど、ちょっとなーっていう感じですね。さあ、じゃあ行きましょうか。通常のね、英傑訪問の方。英傑訪問じゃなくて、英傑集結の方。このタイミングで来るか。はい、
それじゃあ早速ガチャ回していきましょう。とりあえず30連ですね。30連。これ一回半額回さなきゃいけないのかな。これ半値で投与。ほっ、はい、高速壁。さあなので29連か。29枚、29連やっていきましょう。ここから29枚なんでね、ちょっと単発でいつも通り行きましょうかね。行きますよ。あまり見栄えしないガチャですけど、お付き合いのほどよろしくお願いします。今日は表示しない。お、1体ぐらい SSR 出てくれたらもう御の字だね。ちょっと待って、今これ3回回、あと26回だから24連までね、24までいきます。そんな簡単に出ないか。さあ24連で SSR 一体とか来ないかな。さあ紫誰だ。直虎か。最近ね、福留さんが全然出てくんないんですよね。同盟のね、あそこにも出てこないんで、全然凸が進まないっていう。あれ何回までだっけ。あと19回。まあそんな簡単には出ないはしないか。あ、ちょっと本当に出た。さあ誰だ。目つぶってますよ。名乗るなよ。我が尺を持って殿を天下へと導いてみせましょうぞ。あれ、これ宇佐美さんじゃないの。これ宇佐美さんでしょ。これほらもうなんか覚えますね。いつも聞いてる声、ね、わら。我が策を持ってって、もういやー、宇佐美か。ちょっとそろそろ信玄来ていいんじゃないんですか。結構引いてますよまあまあまあ、行きましょうか。まあ槍運用もちょっと考えてるんでね、若干はね。ただ宇佐美さんが槍運用で使えるかどうかわかりませんけど、まあだけど、あ、また来たよ。ちょっと待って、引きがすごいですね。さあ名乗るなよ。名乗るなければ、とりあえず。義のため、民のため、我は戦う。同じ志を持つのであれば、共に参ろう。おいふざけんなよ、わら。ちょっと待って、聞いたことないぞ、これ。義のため、なんとかのため、義のため、義のため、義？小十郎？小十郎だったら持ってないんですけど、使えんのかな。義のため何とかの勘とか勘とかって言ってましたよね。あ、宇治綱か。全然ちげえ。あ、ドキンさんこんばんは。宇治綱だった。剣心いつ来るんすかね。わお、宇治綱さん。まあ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 、宇治綱さんありがたいですね。これで1と2できました。ドキドキンチャンネルさん、いきなり引いとるやん。いや、2枚目、これ2枚目です。24連だけしようっていう話で今2枚目引いてますから。マジか。信玄欲しかったな。さあ行きましょう。あと14連かな。ちょっと確認してこよう回数。必ず勝利をつかみ取り、それが我らに課せられた使命。そうですね、あと14回ですね。14回行きましょう。まあまあここでいいんですけどね、本当はね。ポイントで言ったらあと20ポイントなんで、8回。まあ、まあまあそうだな。明日のから始まるこれがね、東洋拳金使うようなイベントであれば残してはおきたいんですよね。で多分これ終わった後名称試練くんじゃねえかなとは思ってんですよね、個人的には。さあ行きましょう。まあで8くんだったらこれ10、天井である10まで行きたいですね。さあ行きましょう。
いや、宇治綱さんはね、ありだね。8回だから2回で止めるか。あっ、あー紫か。まさまあそんな 3枚も出るわけないよね。さあ馬場さん、あと何回ですかね。ヘッポコさん、神羅万象じゃないんだからそこの天井こだわらんでよかろうて。まあね、そうなんですけどね。さあもうさすがにじゃないか。さあこれ23枚使いましたね。次でラストかな。ラスト終わったかな。農民たちも武装すれば立派な兵ですぞ。あ、終わりましたね。はい、さあ1000ポイントはとりあえず到達しました。さあただこれで何をもらうかだよね。まあ29枚残しておきますかね。もったいないですから。ただ三成欲しいなこれ回した人いますか。三成さん29枚回したとて出やしないでしょ。三成はさすがにこれ確率相当低いですよ多分。ヘッポコさん、銀2000が呼んでるぞ。あ、銀2000、依頼書獲得。ああ、ほんとだ。今何枚持ってる？いやー、7000あるか。ああ、まだ銀でいけるならありっつっちゃありっすね。宝くじは買わないと当たらないぞ。いやいや、それは分かってますよ。それは分かってますよ。まあ、銀使いどころないんでね。確かにいいっつっちゃいいっすね。7000だから4000ぐらい使っちゃうか。あーけど10回しかできないのか。本日購入回数10回か。おい、じゃあ行きましょう。依頼状、はい、ちょっと1回ずつ行っていいですか。1回ずつ。これもあすぐ分かっちゃうんでね。これ灯籠出るか出ないかで武将かどうかがすぐ分かっちゃうんで。いやそんな簡単に出ないですよ。だって300回回して絶対出ますよっていうガチャですからね。これある意味天井300回ですからね。鎧が光らない時点で外れだからな。あ、そうなんですか。ダメですね。全然光りはしないね。光りそうな気配がないですよ全く。紫だね。アザエさん光らないですね。あ、何回できんのこれ。あれまたできるのこれ。あれ何回やってる俺。ああ、そっか、これで終わりか。ああ、あ、では1日10枚しか買えないんですね。ということは残りは明日ということか。ただ3日間あるんで、銀では要は合計30連できるわけか。なるほど。あれ、鎧って普通に単発でも光るんですかあれ。いや、三成さんちょっと欲しいね。購入、あ、もう購入できないよね。これパーセンテージはちょっとね表記してほしいですよね。これ一覧で見ても何も出てないんですよね、パーセンテージは。ドキドキンチャンネルさん、三成なんかかっこいいな、わら。いや、三成大体こうですよ。信長の野望はオフラインの、オフラインの信長の野望はこういう感じでいつも描かれてますから。上のアイコンに出てるよ。上のアイコンに出てるよ。上のアイコン、あ、これ
あ、本当だ。2.5%。 あ、これ違う、英傑集結か。あ、来ましたね。 0.1%?0.1% って1000回引いて1回でしょ。0.1%。 ドキドキンチャンネルさん、1000わらでしょ。1000分の1で天井が、天井この300回以内に必ず出るっていう、ね、なるほどね。ここで出てるんですね。初めて知りました。300回投与以内に必ず英傑武将が獲得できます。この回数は英傑武将を獲得することでリセットされますので、ご注意くださいと。こっちはもう出る回数って決まってないですよね。だから運がいい人だと、このかけらが、この 1.75%。まあ約、まあ約 2% としても 52% だと50分の1か。だこの50分の1がうまい具合に引ける人だったら、かけらで一体作れちゃうと、ね。ヘッドコさん、貯金さんは今週の空物を来週プレゼント頼みますよ。わら。いや、やっぱ英傑訪問も回すべきじゃないんだよね、本来であれば。この 0.1% なんてね、そんな簡単に引けるもんでもないんですよ。はい、ってな感じでね、倉庫。何に変えようかな。よく考えないとね、これ。まあ、僕の中で大市会、吉川、元春で決まってるんですよね。小十郎はどうなん。現在の部隊の騎兵防御力が 6% 上昇でしょ。あんま使ってる人見ないですよね、小十郎。偶数ターン時に軍団の騎兵の攻撃力と防御力を一旦の間 20.83% 上昇させる。さらに自身部隊は次のターンに 44% の確率で防御力低下耐性を得る。うん、微妙だね。ヘッポコさん、小十郎は運ね、でしょでしょ。そうなんですよ。まあ長宗壁で統率を上げてもいいんですけど、なんでこいつは出てくるの。長宗壁はこれ英傑名称、あ、名称試練、名称試練でも違うのか。あ、まあ重秀で取ったところで突できないんですよね。やっぱお市かな。お市か吉本春だよな。現在の部隊の騎兵防御力がこれで 18% になるんだよね。まあ元春も一緒だね。現在の部隊の騎兵攻撃力が 12% 上昇が 18% なんだよね。今僕は 12% なんですよね。これが18になるわけか。いや違うな。そうだよね、突一回もしてないから 18% なんだよね。まあ攻撃取るか防御を取るかの違いだな。これ何？かけらか。かけら1個取ったところでなんですよね。40枚なければ帰れないですからね。この今まで来た名称試練のこのかけらをどうにかね、使えるところを出してほしいですよね。浮田南王家とか無駄に5枚持ってるんですよね。さあどうする。何にすっかな。皆さん変えました？もうこれすでに何に変えました？皆様は持ってない武将を取った人もいるでしょうし、それこそ僕のように覚醒が進む武将を取られた方もいらっしゃると思いますけど、持ってない武将を取ったところでなんですよね。大筒の訓練速度いらないね。悪834さん、なんとかなりそうだ。なんとかなりそうですか。いけそうですか。
ヘッポコさんどうですか？ヘッポコさんなんか取りました？てか1000ポイント貯まった方々何取りました？これで覚醒を進めたか、まあ、もしくはあの持ってない武将を取ったか。いやまあ個人的にはやっぱりお市かな。ノータイムで吉川を選ばざるを得ないくらい。ノータイムで、ああなるほどね、キッカーさんね。お市も捨てがたいんですよね。ただまあ覚醒装備を考えるんであれば陣中を装備してるやっぱキッカーかなーっていう感じですね。私も吉川ですね。でしょうね。まあそこはそうでしょうね。さあ行きましょう。キッカーさん、さあキッカーさん手に入りました。おお。宇佐美使うか。宇佐美使わないな。使いどころがないんだよね。舞台編成してたってか宇佐美。まあ、天子さんがもう2軍ですからね、僕。もうっていうのもあれですけど。そう、天子さん2軍でね、島津豊久も2軍なんですよね。で、なんかわかんないけど、ここに僕は桃地を入れてるっていうね。まあ、天子さん無凸を入れるよりね、桃地4凸入れた方が強いんですよ。進めるには総合ポイントが必要になるから。ああ、まあそうですね。ノブヒデどっちか三軍か。宇佐美さん三軍にも入ってないね。宇佐美さんどこ行った。俺組み込んでないか。宇佐美さん、宇佐美さん四軍にもいないですね。宇佐美さんどこ行ってんだろうな。まあちょっとまあ宇佐美さん使う機会がないということで、さあ一括覚醒はお初もね、使いどころがないんでね。さあ、OK。これで北条と、吉川さん、吉川さんか。いやー、宇佐美かー、宇佐美かー、宇佐美はなーって感じですね。まあまあまあ、あんだけ少ない回数で SSR が2体出たのはだいぶでかいですけどね。まさかね、本当に出るとは思ってなかったんで。まあ、こうなってくるとやっぱり武器庫で何が出てくるかによって。あ、お市ありだったね。お市取るのもありでしたね。そうすればお市さんこれで何凸だ。あ、でもこれでお市取るのもありだな今で。はい、お呼びでしょうか。まあ今一応ね、証拠1万8000あるんで。証拠ショップは下の巻物や本しか買えなくなった。買えなくなった？どういうことですか？あれ？もうそんなにガチャ引いてるんですか？買えなくなるぐらいまで。あんまりね、SSR をね、僕今まで買えてないんですよね、証拠。武将を買う余裕がなくなった。わら。あ、余裕がなくなったね。そういうことね。さあまあここら辺ちょっと買いといて。まああと5000ポイントあればね。お市か、お市さん取ってもいいっすっちゃいいんだよね。お市取るか。ありだな、お市さんは。お市はありだな。使わないんでね、宇佐美と。浅井さん、浅井さん2体いるか。浅井さん変えちゃうか、じゃあ。こいつ今使いどころあるんですかね、浅井発って。現在の舞台は忍者防御力が 6% 上昇。
偶数ターン時に軍団忍者の攻撃力と防御力を一旦の間 6% 上昇するので、また現在兵力の割合の最も高い敵部隊の参謀よりも自身の知力が高い場合、8波の確率で一旦の間威圧効果を付与する。自身の知力が低い場合、21波へのダメージを与える。威圧に陥った部隊は奥義の発動が不可となる。ああ、これ使ってる人いないでしょ。アザイハツとか。いや、これ2枚変えちゃおう。ほい。よいしょ。さあ、じゃあこれで、ついでに、召喚で、お市取って、さあ、これでまた、OK。さあ、お市さん三突。これでだいぶ強くなったね。うちの部隊も 18% でしょ。優しきところもございます。でキッカーさんが一突でプラス陣中でやって、赤備えがレベル3になってると。だから 18% 早くこっちも上げたいね。吉川さん、吉川さん、キッカーさんか。やっぱ覚醒武将取る方がいいですね。SSR 選定は。基本的にはね。まあ、孫市とか持ってないんであれば、孫市取ってもいいと思いますけどね。うん、はい、ってな感じで、一応ね、上洛、なんとか1000ポイントは、なんとかっていうわけでもないですけど、まあ、サクッとね、手に入れることができた。あ、これ、治療短縮、上か。はい、てな感じでございますね。さあ、こっちはこっちでいいとして、ある程度ね、これでポイントも残ったんで、さあ、それではニヤカメ行きましょうか。ニヤカメ、ニヤカメがね、ちょっとね、1000ポイント行くのにね、多分そこそこ時間かかるんですよね。さあ、ちょっと一回こっち閉じますね。ほいよ、はい、ニヤカメこっち行きましょう。さあ、こっちはどれぐらい上がってるか。あと180ポイント。180は結構きついね。まず止まって、まず英傑集結が第一34連しなきゃいけないのと、それ以外は大体終わってるね。同盟取りで、あとはやっぱ短縮系か。そうですね、城内短縮、祈願も終わってる、で装備も終わってるから180でしょ。1234567、これで70ポイント、890。訓練で1234500800940940、あと60ポイントか。東海も終わってる。英傑集結が1234567。ああ、なるほどね。短縮と英傑集結で終わりか。こっちは時間かけずにやるんであれば、やっと300回もね、あと41回倒さなきゃいけないんでね。こっちね、そこまで短縮アイテムないんですよね。そこをどう工面していくか。まあ、ちょっとひとまず技術系は、技術系ガツガツ進めるか。訓練と、ただこっちはあんま時間ないんですよね、短縮が。さあ、騎兵、ヘッポコさん、爪所銃にしようぜ、わら。
やまあね、さっきも言ったようにやっぱ建設と共通短縮系はなるべくね使いたくないんで、あれこれ何使ってる？あ、共通には手出してないね。大丈夫か。だいぶいってるねこれで。さあどこまでいった？学問所もやっとくか。戦闘なんか低いの進めときたいね。あんま資源ないんでね、こっちは800、1000万、700万でしょ。大筒49000か。さあこれで何回進んだか。農民たちも武装すれば立派な兵ですぞ。全然進んでないな。あと150ポイント。詰め所10ね。大筒工房。今ね、一応天守21にはね、手をかけてるんで。さあどうしよう。これで詰め所？詰め所って何でしたっけ？詰め所。あ、これか。そうそう、確かにこれもレベル上げる、天守レベル上げるの必要になってきますもんね。じゃあちょっと10に上げとくか。さあとりあえず10になった。軍略所、軍略所か。軍略所はまあ こっちはそんなに必要ないんだよね。湯治場、大砲、大砲7にしよっか。これで今なんだ、大砲が、大砲21か。もう一回か。あ、これでちょうどいいね。これの昇進、昇進もこれ入るんですかね。対応っていうか、ほらあれに。さあフランキーになりました。ヘッポコさん、ドキンで野党取りで検索してその座標を名手側に打ち込むだけだもんな、わら。そうだからいらないんすよね。あ、なんか進んだね。お、領主レベルアップ。お、小説任務完了。あ、いいね。あ、これがあったか。これ全然進めてなかったな、そういえば。あ、終わりましたね。この城を守るだけ。さあ、これで、添付。添付。テープどこまで行ったっけな。あ、ここか。湯治場収容所。オッケー。さあ、あとどれくらいだ。四国の海にあらず。あと130。どっちにしても兵士もやんなきゃダメか、これ。さあ東洋圏金も来た。建設か、建設か。ここら辺上げとくか。
21にしちゃって農地も21にしちゃう。オッケー。学問所兵舎、あ、意外と兵士収容数高いな。こんなに上げてた覚えないですけどね。あ、マリさんこんばんは、ご視聴ありがとうございます。湯治場かな、湯治場上げとくか、このタイミングだから、せっかくだし。ただまあそろそろ短縮がねなくなってくるんで、残りはもう技術で上げるしかなくなってくるか。さあこれで四国の海にあらず常年短縮 OK。 残りは兵士訓練ので上げていくか。じゃあなんか建設しとこう。天守者、さあ資源もだいぶ枯渇してきたから、ここで兵士訓練。早期兵は10万。一応やり運用考えてたんですけどね、このサブアカ。ただまあちょっと運用するにしてもこれ時間かかりそうなんでね、どうしたもんか。武将もね全然こっち揃ってないんですよね、あまりいいのが。ヘッポコさん、兵種レベル同じ同士の編成なら転換コストないよ。ああなるほどね、マジっすか。あ、それちょっと初めて聞きましたね。あれどこでやるんでしたっけ、これか。ってことはん、コストゼロってことか。ってことはじゃあ騎兵をフランキーに変える場合、あ、ほんとだ、これいいっすね。素材使わないのはありだしね。あー、それはでかいな、これ。これずっと繰り返したらいいのか。じゃあこういうことですよ。ああ、こういう手があったか。で、フランキーにして。これだったら、短縮だけを、やり続けれると。あ、これ、これ熱いね。資源減らないですもんね。短縮アイテムだけ、これで減らして、こういう系のね、短縮を稼ぎなさいっていう時はこれ最適ですね。さあどれぐらい溜まった？我が志は四国の海に。全然だね。890でしょ。30。すごい、12万か。12万ってなかなかですね。わ、兵士編成、兵士編成。
地味だな、ちょっと時間かかるなこれ。ただこれ資源使わないのは本当いいっすね。さあどうだ、あと何回だ。我が志は四国の海にあらず。あと100。よいしょ、1、2、20ポイントでしょ。で3、4。やっぱこの2つを終わらせないとダメか。1、2の3、4でしょ。で、英傑集結で1、2、3、4、5、6と。もう少しお付き合いくださいね。すいません。もう少しでガチャタイムいきますから。さあどうだ、まだか。フランキーたまにこれ短縮アイテムなくなりそうだな。もう作れなくなった。さあ、あとどれぐらいだ。さあ、これで結構いったんじゃない？刃に直結する。あと15,000。こっちは30,000分。あと15,000か。さあ、これで6,000でしょ。やり兵を減らすか。やばい、資源が足りない。そうきたか。資源が足りない上に41枚でしょ。全部負けちゃうかこれ。ほっ、おいいね、460万までいった。さあ続き、もう少し、もう少し。あ、こっちか。短縮が足りないねこれね、多分訓練の。さあ、もうそろじゃない？これであと1回ぐらいか。さあどうだ、必ず勝利をつかみ。こっちは終わった。それが我らに課せられた使命。 OK、 あと場内短縮30,000分だから 209分。209分短縮か。こっから治療でもいいよね。治療やって、あと必ず勝利をつかみ取る。それあんま進まないなこれ。もう一個ぐらい上げとこう。
さあどうだ。知識は刃に直結する。意外とあるね。あと600分、600分ってことは10時間分か。起きた。さあさあ来ました。これであと60ポイントガチャで稼げば終了と。こっちはねありがたいですね、選定選べるのは。さあじゃあそこっからじゃああとは投与権があるかどうかだ。何枚だ、41枚ですね。で、必要回数が、殿、農民たちも武装すれば立派な兵ですぞ。40連でしょ、40連すればいいんだから34回。さあ行きましょう、34連。さあ果たして1枚ぐらいは SSR 出るでしょ、34回引きゃ。こっちね、ほんとあんまガチャ運ないんですよね、サブアカ。さあ次は SSR 以上、SR 以上が必ず確定のねガチャです。さあどうだ。まあまあ宮崎だろうな。あ、ゲンア、あ、持ってないからありがたいねこれは。さあ行きましょう。残り枚数7枚までかな、34連なんで。あ、来た。あ、お、あ、来たよ来たよ来たよ。さあ誰だ。あんたが次の雇い主だな。誰だ。安心しろ、マゴイチか。マイコイチ、あーいいね、俺持ってないからありだね。さあこれでマゴイチさん攻撃力上がりますね。できればねこっちにもちょっと銀杖が欲しいですね。いや銀杖をね持ってないで雇いやってると本当にね銀杖がどれだけ強いかっていうのが分かる。あの全体の全体対象の治療ね、あれ戦士兵を重傷兵に変えるっていう、あれ。さあまあ紫か、出雲。だけこんな簡単に SSR って出るもんなんですかね。そんな確率で出雲2枚引きます。さあ何回までだっけ、あと17回、あと17連。引きはいいですけどね、引きはいいけど金じゃない。さあ残り13回。まさか天笠さん、さあ残り10連。あ、来た来たよ。統率、統率が欲しい。統率がいないんですよねこっち。同じ志を持つ同志は誰だ。暴政と呼ばれし我が地望のすべてを。天子さん、いいね。意外と引き完璧ですねこっち。
さあ天子さん、天子さんと最ね孫一はね欲しいとこですからね。扇がねやっぱ強いですから2人とも。さあこれであと9連か。できれたらできることに今の引きをねあのメインの方でやってほしかったですね。さあ残り7枚、ちょうど天井だ。お、その前に来た勝頼。意外と持ってないねこっち SR。 さあ残り3回。さあラスト神殿とか、ああ来ないか。はい、てな感じでこっちもね無事に、上落ポイント1000まで到達か。それが我らに課せられた使命。オッケー、こっちなんだよね問題は、何を取るかが。まあ一応ねガチャで2枚出てくれましたんで、奥に、あこっちは覚醒オッケー。はい、今回こっちのねガチャでは天子さんと孫一がね、まあ、攻撃という面ではねかなり必要な事態が出てくれたので、これはでかい。知識は宝だ、知識は宝だ。カウント、お、孫一はたまんねえな、たまんねえな、たまんねえな。あーこっちどうすっかな、統率がね編成上いないんですよね。文大一でもまだいい直政が統率でねいるぐらいなんで、まあ元春をね引っ張ってきてもいいっつっちゃいいんですけど、これか。いやーどうすっかな、やっぱ統率かな。鍋島さんもありっつっちゃありなんですけどね。まあ、鍋島か統率で行くのは島津さんか。あれお市は持ってたっけな、お市は、お市はいるんですよね。ってなるとやっぱ統率引っ張ってきた方がいいよね。皆さんだったらどうします、鍋島を統率で SSR で埋めたいんであれば、鍋島を引っ張ってくるか島津を引っ張ってくるか。島津とつれば強いんですよね、あの第二奥義が単体というか、こいつこの鬼島津これね、かつあの絆のあのまあ特殊装備か、装備させればだいぶ攻撃力の威力が上がるんで、多分単体系のなんつったらいいんですか、あの要は信長と信玄と氏康か、信長信玄氏康家康、あともう一体なんかいたかな。ヘッポコさん、統率数足りないなら総運も検討しないとね。グフ、総運がいないんですよねこん中。なんだっけな、何でしたっけ、図鑑見た方が早いね。信長家康氏康信玄以外の統率総運はいないんかい。そういないんですよ。まあこ の, の
基本的にやっぱ信長家康と氏康あと信玄かこの4体の方がね強いっていうふうには言われてますもんね。背中の傷は武士の恥ぞ、うん、皆の者我に続け。でまあ総務もこの第一奥義が軍団に対しての奥義効果なんですよね。でそれ以外の統率、まあ、このページ図鑑から言うとこの2列目以下の統率いるんですけど、あの英傑集結だけで出るね統率、英傑訪問とかそういう特殊なねあのガチャだったり今回のやつとか以外の統率、まあ要はこっちで見た方が早いか、同様、あ間違えた、この英傑集結の東洋の一覧から出てくるこの宗雲より宗雲より右島津義弘から下っていう感じですね。要はだから義弘、長宗我部、まあ鍋島、我が妻、吉川さんで最上さんかですよね。そうそうそう、あとまあ信秀か、まあ、この中ではね一番義弘が一番強いって言われてるんですよね。まあその第二奥義がいいからっていうのもあるんですよね、この攻撃力で。でまあ仮に島津を貫突した上でその特殊装備を装備すれば宗雲とかよりも若干確かね有能らしいんですよね。宗雲と氏康とかに比べると、氏康はちょっとあれかな、うん、宗雲よりは全然ねいいダメが出るらしいんですよ。心から信頼できる命第二奥義だけで考えるとなんですよね。だから単体の統率で、まあ、義弘自体が統率力も高いんですよね。この兵士上限が、そこまで課金しないから心配いらないぜいや分かってますよ、そうそう分かってますけど、まあ、鍋島さんよりはねやっぱ攻撃の第二奥義がある島津さんの方がいいっつっちゃいいんだよね。俺とか鍋島持ってたよね、というかというかこれ持ってないね。まあまあ島津さんかな。まあ孫市出たし、かつね孫市出た上に天子さんもねうまいぐらい出てくれたんで、まあ、ここはヘッポコさん、吉弘いないんかい？いないですよ。まあ課金すりゃね今すぐ手に入るんですよ吉弘は。別にこっちのアカウントね、そんな課金してまでやりたくないんですよね。この、どれだっけな？これか、累計購入。累計2460。ね。そんなにこれ課金しなくてもいいよねっていう。まあだったら、これで取っちゃった方がかなーっていう感じがしますよね。はい、お呼びでしょうか。今、福留さんいるじゃん。あ、足りないか。証拠足りないね。まあ、島津だな、こっちは。どこ行った島津さん。ほい。へぇ。はい、そんな感じで。さあ、これで俺の舞台もだいぶね、第二舞台とか、タブアカもね若干これで統率がとりあえず第一部隊か第一軍団は SSR で統率固めれるようになったし、まあ何より孫市と天子さんが出てくれたのがだいぶでかいですね、うん、はい。まあ無事に今回もね上洛で SSR 選定だから僕は両赤とも取ることができたし、まあ、最後ちょっとおまけ程度にね、こっちはまあ東洋圏7枚も使って、ラストこっち回しちゃおうかなと思います。これせめてちょっと鎧光るの見てみたいね。これでも光る、これあれですか、鎧光るって武将の三つ何が出ない限り光らないんですか、これは。あれこっち銀何枚持ってんだ3700枚か。鎧が光ったら確定ですか？三成が。そういうわけでもない。
ヘッポコさん、10連でたまに光るけど当たらない。あ、10連でか。単発だと光らないんですかね。光る気配がしないですよね。あと5枚。あと5枚で。いやけどこっちで出られても困るなっていう。これだってもうこのガチャって灯籠の金が出てきた時点でね、その名称訪問の対象キャラがもう確定じゃないですか。さあラスト紫か、灯籠来たからちょっといいかなと思ったんですけどね。あれ何パーだっけ。三成 0.1 パーでしょ。で9000札中 3.81% で、その後に出た同盟戦取り合いも 4.01%、こっちの方が確率高いんですね。戦取り合いとかね、9000札いらないからむしろこっちが出てほしかったですけどね。武将浅井長政、柴田勝家、勝頼か、柴田ね、武田ですね。ああ、10連すっか、こっちも。まだ長銀がある。ありますよ。やりますよ、最後。こいつで。だから、こっちで出られても困るんですよね。三成がこれで、本当に。さあ、行きましょう。ラスト10連。これ10連回して、今日の配信をね、終わりにしようかなと思います。いやー、これで、金が来たら、ちょっとあれだな。ちょっとなんかこう、なんつうの、こう複雑なね、サブに出ちゃうっていう。まあ、まあ出ないでしょうけど。ほっ。まあ、びっくりした。長政。さあ、あと何枚だ？書いていいから見てみたいですね。ごめんね。英傑訪問でね。金の灯籠。もう出た瞬間に対象武将確定ですからね。さあ、いつの間にか終わってました。最後、9000札。4% 引くね。あ、兵法値も上がった。お、あ、やっと進めれる、これが。OK。さあ、これでもうレベル1は必要ないね。次、レベル2か、上げていくのは。覚醒、OK。はい、てな感じで、まあ今日のね23時59分59秒で終わりになります。こちら上洛への知識は刃に直結する、はい、まあ、この上洛への道っていうのがね何なんだっていうと、まあ上洛、このね上洛、そのまんまの上洛です。二条御所がこの時間帯だけ、まあ争奪戦というかね、攻撃攻略ができる時間帯らしいです。12月3日の19時から12月3日の22時59分、まあ、約4時間か。この4時間の間に二条御所を攻め落とさないといけないらしいのかな。これ以外の時間帯って基本的に面線を張られてるんですかね。あ、張られてますね。そうですね、はい。まあ、あの限られたっていうか、限られた時間の中で二条御所を、まあ、連盟単位で攻めて、どうやら落とさなきゃいけない。それ以外の時間はね、攻め込むことができないという、まあ、なんともね、落とさせようとする気があるのかどうかよく分かりませんけど、結構きついらしいですね。なんか
2乗どっかのサーバーがもうそういえば落としてましたよね。ツイッターかなんかで見たんですけど、二条五所陥落みたいなツイッター見たんですよ、この間。まあ多分ね、若いサーバーだと思うんですけど、結構えげつないですからね、これ舞台構成。1、10、100、1000、まあ294,000かける294,000の舞台を150回倒すという。でその後にはね、城壁軍団35,400の城防軍団がいて、かつ200億っていうねこの200億っていう耐久値なんなんっていう感じなんですけど、はい、まあもうね落としてるサーバーさんあるらしいんでね、まあ、そろそろ、まあ、こういう後発サーバーでもね落としてくるサーバーがちょこちょこと出てくるんじゃないかなと、まあ、思っておりますが、まあ、うちのサーバーはどうだろうね、来週再来週あたりには落ちるんじゃないかなっていうような憶測はありますけどね、はい、ってな感じで、はい、皆さんもねあと19時間ですね、19時間ありますんで、まだ1000ポイント達成してない人は頑張って貯めて、まだ無理にがっつり短縮使わなくてもいいかなっていう気はします。うん、東洋圏金、まあ実際ね、あの40連東洋圏金40個って言ったら結構貯めるのにね、 2週間ぐらいはかかるのかな、イベントしっかり回って、南蛮召喚の割引されてる東洋券をね必ず出てきたら買ってっていう、 10% 引きでも 20% 引きでもっていうのをやり続けてて、やっと 2,3 週間ぐらいで40枚貯まるかなぐらいだと思うんで、まあ、今回豪傑試練来てるんでね、また、まあ、豪傑試練で5枚か5枚の確保はできますんでね、まあ、それ考えても東洋券金はできればここで回すべきなんじゃないかな、あ、ここで回さないべきなのかなとは個人的には思います。だからもうこのさっき言ったように短縮で、多分英傑集結しやんなくても、あのデイリーっていうかね、常日頃の無料回数分だけやっといて、やっとけば多分ここぐらいはたまるんでね、1個は。だそれ以外はもう本当この短縮か、場内短縮、これか、場内の短縮と、まあうまくねこの訓練短縮を組み合わせて、さっき僕がやったようにね、この兵士訓練でポイントを補えば、多分この英傑集結の1日ね100金払えば2回回せるんで、計4回か、だから5日間でね20回は到達できる計算なんですよね、英傑集結ここか、22回投与でプラス2回ぐらいは投与券金は割いてもいいと思うんで、ってなると1、2、3、4、それだけでもね40ポイントはここで補えるって考えたら、まあ別に無理して投与券金使って40回までいって全ポイント獲得するよりは、まあ、短縮兵士訓練とこの場内短縮、こっちの方をね短縮うまく使って、短縮アイテムが余裕がある方ですけどね、あくまで、うん、の方でポイント稼いで東洋圏金はできれば、この後に来る、もしかしたらねこの月曜日からの、月曜日とかこの1日からのね、この祝半周年っていうイベント1週間にね渡って開催されますが、もしかしたら名将試練とか戦国列試練みたいなね、感じのイベント、似たようなイベントであれば東洋圏金で何かしらこの報酬をもらうにあたってのポイントを稼ぐっていうような項目が出てきてもおかしくはないんでね、なるべくであれば東洋圏金使わないで1000ポイント、うん、稼げるところまで頑張って、まああと23、ん、そうですね、今日の23時59分59分までなんで、まだ時間はね余裕がありますんで、東洋圏金使わずに1000ポイントを目指せれれば一番ベストなのかなと思います。はい、まあ、若干ね少ない投与回数ではございましたが、ガチャでねある程度そこそこの神引きは見せたんじゃないかなって。そう、配信
配信してる時の方がね、なんかちょっと引きがいい気がします。てかまあ基本配信してる、発信してない時以外はあんまほとんど回してないんでね。だからこの間のあの浮田は爆死でしたからね。あれはやっちゃいけないガチャですから。英傑訪問ヒートアップして課金までしちゃってっていう、課金っつってもまあビビたる課金ですけど、ライブ配信してる時の方が僕はどうやらガチャ運はいいらしいです、はい、てな感じで今日も皆さん平日のね水曜日ですが、こんな遅い時間まで、どうでもいいわけではないかもしれませんが、まあ、くだらない動画配信にお付き合いいただいてありがとうございました。またこの祝半周年の内容が明日の日付変わった時点で分かりますんで、明日は配信するか分かりませんが、このね、祝半周年について、まあ、ちょっと1日ぐらい遅れて配信するかもしれませんので、もしよかったらそちらご覧になっていただければなと思います。まあ、ライブ配信です多分、はい。まあ、あとね、今日の配信の冒頭でもお伝えしましたけども、波動砲のリリース日がなんかね12月1日だったのが、いつの間にか勝手に配信未定となったので、まあ、まだそれでちょっと時間が配信リリースまでにね若干時間の余裕ができたんで、ちょっとある程度今出てるゲーム内容の情報をね、頑張って書き集めた情報をちょっと一個の動画にしてあげれればなと思いますので、まあ、ライブ配信形式でやるのか、動画編集したの見やすく編集して20分とかそれぐらいのね尺で編集動画であげるのか、ちょっとそれはまだ決めておりませんが、まあ、両方やる場合もありますけどね、まあ、よかったら波動気になる方いらっしゃいましたら、早ければライブ配信だったら早ければ明日の夜やります、休みなんで、てな感じでございます。はい、皆さんもねほどほどに課金は、なるべくであれば課金あんましないように、はい、まあ、波動もやるのを見据えてる方はね、あのこっちのゲームは絶対課金する必要性はねもうなくなってくると思いますんで、はい、無理なく皆さん遊んでいただければなと思います。てな感じで平日の遅い時間まで今日もご視聴お付き合いのほどありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。あ、コードさんありがとうございます。おやすみなさい。皆さん、ご視聴ありがとうございました。あ、チャンネル登録まだの人、チャンネル登録と、よかったら高評価ボタンの方もよろしくお願いします。ついでにメンバーシップ募集しておりますんで、ある程度メンバーシップも人数集まったら、メンバーの方々とね、一緒に協力して、はい、ライブ配信したりとか、したいなと思ってますんで、よかったら。ヘッポコさん、波動は声曲A だから課金エグそうだの。どうですかね。ちょっとまあ余談になりますけど、エンディングのはずだったんですけど、余談になるんですけど、三国志波動っていうのがね出てるのは皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、三国志波動も月あたりの課金額がだいたい平均で、まあ、4億5億ぐらいあるらしいんですよね。で、新ノブに関してはリリースされた当初は10億ぐらいいってたらしいんですよ、1月あたり。ただそれがどん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 下がっていって今は2億も切ってるらしいです。で、三国志波動も、信長の野望の波動の事前登録が始まったあたりから売り上げがだん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 下がって今半分以下になってるらしいんで、やっぱそれだけ信長の野望波動を待ってるをね、リスナーじゃないや、ユーザーさんがね多いんだろうなっていう。で、渋沢公自体もソシャゲで平均して月10億稼げるコンテンツは1個は持っておきたいっていうふうに言われてるみたいなので、まあ、えぐすぎるようなね、過剰な課金をこう促すようなゲーム内容であれば、それこそプレイヤーさん離れちゃうんで、ウマ娘の、ね、いい例ですよ、ウマ娘がバランスよく、こう、嫌な思いをせず課金をしたくなるようなね、ゲームシステムというか、うまくそこら辺ね、バランス取って、信長の野望波動は運営していってもらえればなと。まあ、なんつってもね、光栄の顔のタイトルですから、そこだけはねちょっと履き違えないように
もう課金しないと強くなりませんよみたいな、あからさまなね、この新ノブのような課金を促すような内容じゃないことを少しは祈ります、はい、ではそんな感じで皆さんまたお会いしましょう。おやすみなさい。